的地を目指しましょう。属性を持ち合わせた、自分。あなたたち少しは落ち着きなさい。そのような愚かな行為は生徒会の尊厳を貶めます。この人はまともそうです。まずはこのいじめてください契約書にサインをして、そしてあなたの右頬を差し出しなさい。いえ、これはまさかこの感じは悪魔の槍？その通りです。こいつらに悪魔の槍をブスッとぶっ刺してやったのです。ひたすら大成功です。悪魔がいたずらするのは当然の義務なのです。そんなこともわからないなんて頭悪い人間ですね。いえ、悪魔の槍は愛を結び合う天使の矢とは正反対の代物です。悪魔の槍に貫かれた人はダークパワーに汚染され、ついつい好きな相手に意地悪したくなってしまうのです。本当のことなのですから仕方ないじゃないですか。さあ、生徒会長命令よ、書類にサインを。下僕会長の御前よ。図が高い。やっぱりいじめてほしいっす。よーく目を凝らしてください。今の宝台様なら見えるはずです。悪魔消滅させれば正気に戻るはずです。
のくせに意外とやるやつです。でもでもクロナのいたずらはまだ始まったばかりです。さあ次の現場に行く。宝大様、あの悪魔がいる以上これから先もダークパワーに操られた女の子たちが現れると思います。ダークパワーに操られた女の子は普段よりもパワーアップしています。十分に気をつけてくださいね。では忍様のガーディアンを打倒するためにも女の子を昇天させモテオーラを高めていきましょう。そうですが、それはちょっと言い訳っぽいですね。よろしい。そこまで自覚していればパーフェクトです。では、行きましょう。行きました。
しのぶちゃん、お兄はしのぶちゃんのこと3年ぶりだけど見てたらわかる。お兄相変わらずしのぶちゃんのことばっかり見て、しのぶちゃんとお似合い。私はお兄にだから、私お兄のこと。悪魔の子、体育倉庫によくいるみたいだから、しのぶちゃんもそこを押さえよう。私は他の部分でしのぶちゃんのバックアップしなきゃだから。頑張ってね。
のスタンプが足りないです。もっといたずらしないとです。それにしたって、あれは予想外でしたね。そうだい。早く助けてよ。そうだい。大様、そろそろ現実逃避は済みましたか？
り押してみて。もうバカなんだから今度は邪魔しないでよね。あれは忍様のせいも多分にある気もしますが、譲れない事情があることですし、あんまり気に病みすぎないようにしてください。失敗したと思うなら挽回すればいいのです。
頼りないですが、から元気もないよりはマシですか。マヤ様も協力してくれていることですし、その思いに報いるためにも今は男を磨きましょう。